目、全ての人員に通達する。どうか下にいるブラザーやシスターのことを思いやってほしい。インクラ、フライトデッキにいる間は全てのギアの管理を厳重にするように。以上だ。辛かったでしょう。私なら彼の顔を見ながらトリガーを引くなんてできない。これが正しいことだと思うか。全く正しいわ。彼は人造人間で惨敗する必要があった。誰にも例外は認められないの。ダンスを生かしておいた BOS がわずかにいたら、きっと彼は同じことを言うでしょう。とにかくもっと重要なことのために先に進む必要があるの。リバティプライムを生命維持装置から外すような、プリドゥエンのエンジンを通して彼に電力を送ってきたけど、核融合炉をコールドスタートするには電力が足りないわ。そういうわけでベリリウム攪拌機を見つけてもらう必要があるわ。どうすればベリリウム攪拌機で原子炉を始動できる？プライムの原子炉がキャンプファイヤーだとするなら、ベリリウム攪拌機はマッチのようなもの。吸って丸太の上に投げ込めば全体に火がつくというわけね。核融合炉が反応を開始するためには大規模な電圧変化が必要なの。開始してしまえば勝手に持続するわ。詳しく話したら退屈で死にそうになるだろうけど、要点だけは理解できたでしょ。よし、ではどこへ行くべきか指示してくれ。そう言ってくれると思っていたわ。クインランがマスフュージョンについての情報を入手した。そこは世界が終わる前は電力設備の会社だったの。 CEO はある種の発明家で、原子力のおもちゃのようなものを考案していたわ。核反機は彼の重要事業だったの。記録によると金融街にある高層ビルの最上階にあるラボでその研究をしていたようね。私たちが向かうのはそこよ。私も同行するけど別にいいわよね。どうして行きたいんだ？冗談でしょ。マスフュージョンは原子力技術では最先端にいたわ。最近工業技術の進歩があまりないことを考えると、そこはもう宝の山のようなものじゃない。そんな機会を逃すつもりはないわ。一緒に来てくれたら助かる。分かってくれてありがとう。ケルズがベルチバードを待機させてるわ。我々をマスフュージョンタワーの屋上に降ろすためのね。必要な装備があれば何でも持ってフライトデッキで会いましょう。だけど時間をかけすぎないで。インスティチュートがそこで攪拌機を見つけ出したら、我々から奪うために何でもするでしょう。エルダー・マクソンの命令であらゆる種類を。敵のターゲットは屋上だ。交戦準備。人造人間がそこら中をうろついているわ。やられる前にやって。
取りを検出。始めた時は人類の利益になるって言ってただろう。それなのにずっと兵器に転用しようと企んでいたとはな。嘘つきめ。偉そうなこと言うなよ。最近新聞読んだか？戦争が起こってるんだ、ドクター。勝つためにはどんな助けでも必要としてる状態だ。耳を疑うよ。科学はいつから敵味方などにこだわるようになった？あいつらに何をもらうと約束したか。もういい。気に入ろうがいるまいが、テストが完了すれば攪拌機は箱に詰めてワシントンに送る。さあ、二つ選択肢がある。仕事に戻るか、これが嫌ならこの建物から出ていけ。
入った。お進みください。
搬器を手に入れてここから出られるはずよ。誰かいますか？インスティチュートの取り戻さなければなりません。インスティチュートにベリリウム攪拌機を奪われないようにすることができた。まだ無傷で会えて嬉しいわ。マスフュージョンで最後に何があったんだ？支援のおかげで我が軍はなんとか人造人間の抵抗がほとんどなくなるまで建物を制圧したわ。そこに駐屯兵を配置したわ。彼らは当分の間護衛付きでその場所を守るでしょう。とにかく話をしながらブラブラしてる暇はないわ。仕事はたくさん残ってるの。